のせいで。親父との約束を破った俺が悪いんだ。ごめんね。よせって。なあ、これとやっぱり俺もついてっちゃダメか。司祭様もリフィル先生もちゃんと説得するからさ。な、役に立つぜ。俺ディザイガンを倒したいんだ。それにお前が心配だし。ロイド、タイミングの悪い贈り物をしちまったな。ううん、かけて。あ、約束したじゃねえか、一緒に行くって。姉さんの置き手紙と一緒に枕元に。嘘をついてごめんなさい。分かってください。この旅でロイドに万が一のことがあったら、私が旅をする意味もなくなってしまいます。どんなに離れていてもロイドのことを思っています。そうすればずっと一緒だからね。もし私が世界を救えたら、ロイドはその世界で幸せに暮らしてください。今まで友達でいてくれてありがとう。おやじ、俺やっぱり。左手にエクスフィアを持つ小僧はどこだ？エクスフィア？ん？構わぬ。エンジェルス計画の成果試してやろう。アクアエッジ！それ！宝石の力は使うんじゃねえぞ。そんなこと言ってる場合かよ。カジシの勘で。その宝石、よくねえ力を感じる。ここは任せろ、村の連中を。わかった。さて、覚悟しろってねえな。ディザイアン！吠えるな、劣悪種。我が名はフォシュです。有料したるハーフエルフにして、貴様ら人間の主、飼い主である。抜かせ！うん。
みんな卑怯だぞ。安心しろ、ちゃんと相手をしてやる。ただしお前一人だけだ。舐めるなよディザイアン。エクスフィアの力、見せてみろ。エクスフィア…どうした、もう終わりか。くそ…じゃあ…所詮は劣悪種、どんなに価値のある飾りをつけたところで毛虫は蝶にはなれぬということか。負けらんねえ。母さんの仇、それにコレットを狙うやつは許さない。ミコを狙う我々が。何がおかしい、お前たちが考えてるほど世界は単純じゃないということだ。我々ディザイアンの名を語る者たちがいるのだよ。どういうことだ。私の目的はお前だ、知る必要はない。遊びは終わりだ、エクスフィアを回収させてもらう。